もう11月も後半になってきて、まあでも今日は暖かいですけどね、ちょっと寒くなったり、暖かくなったり、繰り返すんですかね。まあ最近本当に季節の感じが分かんなくなってきましたね。四季の移り変わりが分かんなくなってきて。なんか最近僕もつまんないんですよね。YouTube をやってて、YouTube は増えてて、最近ね。1週間ぐらい1000人ぐらい増えたんですかね。ここ急激にまた増え始めてまして。調子はめちゃくちゃいい。本当に今までの YouTube をやってきた中で、1年目と同じぐらい調子いいぐらいの。4年もやってれば、まあ慣れても来るというところもあるので。ただ、僕の場合 YouTube って、皆さん見ててわかると思うんですけど、家の中で変わり映えがなく、まだね、アンディ・ウォーホルの絵も飾るって言って飾ってないんですよ。一応これ絵を留める留め具は買ったんで、あと飾ればいいんですけど、なかなかね、年取ってくるとね、動くのが億劫なんですよ。変わり映えのない部屋で毎日同じことを喋ってる中に YouTube があるだけの話なので、まあ例えば、なんかこれをやろうと思って YouTube をやる人っているじゃないですか。こういうネタをやろうって言って仲間と集まって出かけて、わーっとこんなん撮りました、編集して、はい、できました、あげました、よしっていう達成感あるじゃないですか。それが再生数いかなくてもね、見てる人が10人ぐらいでも、あげれたよねっていう達成感あるんじゃないですかね。いや、僕ないですからね。まあ、例えば1万、2万見られて、まあ、見られたことはめちゃくちゃ嬉しいですよ。あ、すげえ見られたなと思うけど、じゃあそれが達成感かと言ったら、日常の中での僕が喋ってるのを皆さんが見てくれてるだけなので、やりきった感は僕はないですよ、何もね。よし、やりきったぜってのは何にもないですよ。ルーティンのようにね、じゃあ YouTube を撮ろうかな。こうやってセットして。そして喋って。まあ朝散歩しながら何喋ろうかなと考えるんですけど、それは毎日毎日やってるんですよね。ただ毎日やってるだけですよ。仲間と会って何かをするとか、こういうことをしたい、ああいうことをしたい、みたいなワクワクしたことも何もないです。ただ淡々と毎日が過ぎ去っていくだけですよ。まあ撮り終えて編集して一人でね。あとはもう家事ですよね。妻が働いて帰ってくるまでに買い物を済ませたり、お風呂を掃除してお風呂入れたり、奥さんがすぐね、お風呂入るんで、お風呂用意してお風呂入れるじゃないですか。その後上がってきたらすぐご飯が食べれるようにご飯の準備してみたいな、その日々なんで、何の達成感もない。まあそれが苦痛ではないですよ。全く苦痛ではないけど、退屈ですよね。でもね、なんか寝るときにワンコと一緒に、布団に入って、あ、まあ、ワンコと一緒にこうやってぬくぬくしてるときは幸せだなと感じるんですが、このまま枯れていくのかなっていう不安もありますよね。このまま俺は、このまま何事もなく毎日 YouTube を上げながら年取って死んでいくのかなっていうふうな不安感がここ最近よぎるというか、コロナが明けてよし行くぞって言った途端に僕は骨折して手術をしてしまったわけですよ。ますますね、うちの妻はね、行くなって言うようになるんですよね。心配だから行くなと。まあその気持ちも僕も重々わかりますよ。僕も飲みすぎてね、外に飲みすぎ、まあ迷惑をかけたのでね、飲みすぎて、あんな目にあって、頭が上がらない思いで迷惑をかけたなというところもあるので、心配なのは重々わかります。まあただ毎日が この日常が果たして僕としていいのか。まあ50代、もう年といえば年ですが、若いといえばいや若いつもりではいますよね。なるべく若くいたいと思って努力は日々し続けてるつもりではございますが、このまま枯れるのはちょっと嫌だなと。ここ最近つまらないなというふうに。刺激がないなというか、変わり映えがないなっていう。うちの妻はもう心配なのは今年いっぱいだと思うんです。来年になればもう少しポジティブに僕が動いていいって言い始めると思うので。夜飲みにも行きたいなと思ってます。家の中にいると何の季節感も感じない。夜の街が一体どういうものか、もう数年分かってない。もう僕はそういう人間ではなかったはずなのにと思いながら、悶々としておりますね。泉谷しげるの歌でも歌いたくなったんで聞いてください。春夏秋冬です。泉谷しげるの春夏秋冬で。季節のない街に生まれ
今日で全てが終わるさ今日で全てが変わる今日で全てが報われる今日で全てが